どうも皆さんこんばんは、セルジオでございます。今日も一日お疲れ様です。今回はこの角瓶を使った美味しいハイボールの作り方を紹介いたします。ご家庭でもすぐに活かせる、実践できる美味しいハイボールの作り方ですので、皆さんぜひ今日から活かしていただければ嬉しいです。なおこのハイボールっていうのはウイスキーの、ソーダ割りのことを指しているんですけれども、ウイスキーと氷とソーダという非常にシンプルな作り方なんですね。なのでポイントを押さえていただくといつもよりぐっと美味しくなりますし、適当に作ればそれだけ味が水っぽくて薄いハイボールになってしまいます。なので今日はまず美味しいポイントを3つお伝えし、そして実際手元で私が作りながらそのポイントを順番に解説をしていきます。今日からグッと美味しいハイボールを作るポイントが詰まっていますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速まず3つのポイントを紹介します。1つ目、それがこのウイスキーとグラスをしっかりと冷やすということです。これをもともと冷凍庫で冷やすというのももちろんありなんですけれども、こういうタンブラーとかだとね、割れてしまう危険性があるので、個人的には常温のまま保管でいいんですけれども、こういうね、カチ割り氷とかを使ってしっかり冷やすのがポイントです。だいたいセブンイレブンとかファミリーマートとか大手のコンビニエンスストアでしたら、1袋200円から230円ぐらいかな、1キロ売っていますので、それを買ってご自宅で美味しいハイボールを作るときに買うのがおすすめですね。家で作れるような製氷機の氷だと、どうしてもこうちっちゃいキューブ状のアイスってすぐ溶けてしまうんで水っぽくなりがちです。美味しいハイボールを作るときにはまず氷からぜひこだわっていただきたいと思います。そして2つ目、それは炭酸の刺激を逃さないようにするっていうことです。ソーダの注ぐ時のこの泡の勢いとか、泡の爽快感っていうのがハイボールの命になりますので、ドボッと勢いよく注いでしまったりとか、注いだ後にガチャガチャ混ぜてしまったりとかしないで、炭酸のこのソーダの勢いだけでなるべく混ぜるっていうのがポイントになります。そして3つ目、それはウイスキーに対してどれだけの量のソーダを注ぐのかっていう、ウイスキーとソーダのバランス、これが非常に重要な3つ目のポイントになります。ではそれぞれ順番に解説していきますので、実際手元でやりながら紹介いたします。では早速作り方を解説していきます。今回使うのはショートグラスの薄作りのグラス、薄張りグラスですね、こちらを使っていきます。皆さんにこのソーダの泡立ちとかキメの細かさ、それから手元の動きとかがですね、よくわかるように、今回大きめの 500ml を超えるですね、かなり大型の薄張りタンブラーにしております。これはショートグラスさんというところ、すごく有名で、テレビコマーシャルとかでよく俳優さんがビール持ったりするシーンでも使われるような有名なグラスです。ではまず氷を入れていきます。氷はなるべくカチャンと勢いよく入れずに、テトリス感覚で組み合わせていきます。理想はですね、最初にこうやってグラスの底に2個ぐらい氷が収まるようにしていただくと、かき混ぜた後にそこからしっかりとグラスを冷やすことができるので、大きめの氷を1個だけドコンと入れてしまって、ウイスキーが触れる量が少なくなってしまうと、ちょっとね冷えが甘くなってしまうので、なるべくこのように氷を組み合わせていきます。はい、ご覧いただくと隙間がねあまりなくて、ぎっしり氷が詰まっているのがお分かりいただけるかと思います。そしてここでウイスキーを注ぎます。注ぐときは例えばメジャーカップですね、こういうメジャーカップとかを使ってもいいんですけども、なかなかメジャーカップを買うまでは手間になるかと思いますんで、大体の目分量を紹介します。まずは角瓶を 30ml 注ぎます。ではこの目安の紹介ですが、だいたい男性の指ですと 1.5 本分、女性ですとぴったり2本分ぐらいがこのグラスの底から届く長さに揃えていただくと、ちょうどワンショット分 30ml の量で目安として測りやすいです。もちろんね、お好みになりますので、一回作ってみて、あ、ちょっとこれ甘いかな、量がちょっと薄いかなっていう時もご自身で調整していただければと思います。ではここでウイスキーと氷がグラスの中に入りましたので、しっかりと冷やしていきます。マドラーであったりとかバースプーンなどでしっかりかき混ぜます。もしない方はお家にあるなるべく細いお箸とかでも結構です。しっかりグラスを冷やすのが目的です、ね、このように手早くかき混ぜていきます。あまりゆっくり混ぜてしまうと氷の溶ける速度が上がってしまって水っぽくなるので、この周りがこのように薄く結露するぐらいまで手早くかき混ぜるのがポイントです、10回から20回ぐらいがいいですね。そしてご覧いただくと氷が目減りしますので、この隙間を埋めるようにもう一度氷を足していきます。ここで氷を足すことによって、ソーダを注いだ際に氷が浮かんでしまったりせずに、水っぽくならない、最後までキリッと爽快なハイボールにすることができます。よくね、時間が経ったハイボールって氷がチャプチャプ浮かんで水っぽくなっちゃうんですけど、それを防ぐ目的もあります。ではここまででグラスの中に氷とウイスキーを注いで、しっかりと冷やして氷を足すというステップまでできましたので、ここからようやくソーダを注いでいきます。ソーダストリームというですね、ソーダを作る機械を買いまして、これで実践をしていきたいと思います。基本的にはコンビニとかスーパーで売っている 500ml とか 550ml のソーダで十分強炭酸のものたくさん売っていますので、このソーダどれを選んだらいいかなって気になる方は、私が別の動画でですね、ソーダについて特集している動画もありますので、こちらをぜひ参考にしていただいて、ハイボールの時のソーダ選びに活かしてみてください。ガスを打ち込みます。大体2、3プッシュぐらいで十分強炭酸になります。いかがでしょう、もう
泡がしっかりと立ち上がってますね。ソーダを作りましたので、先ほど用意したこの角のウイスキーと氷を入れた状態に注いでいきたいと思います。でソーダを注ぐ時のポイントなんですが、これ、ね、よく真上から見ると氷と氷の間に隙間ができるんですよ。でなるべく氷に当たらないようにソーダを優しく注ぐっていうのがポイントで、この氷に当たる分だけ炭酸が抜けてしまいます。なのでなるべく細くゆっくり丁寧に注ぐ、一点狙いで注ぎます。隙間を狙って優しくゆっくり。だいたい今ですね、ウイスキー1、ソーダ4ぐらいの割合で注いだんですけれども、ご覧いただくとだいぶこう炭酸のガス圧でどんどんソーダが上に上がっているのがお分かりかと思いますが、この状態でほぼ混ざってます。ですので最後に混ぜる回数はたった1回だけ、マドラを軽くグラスに通して氷を持ち上げるようにするだけで結構です。これでね、こうウイスキーの方が水よりも軽いので、軽く混ぜてあげるだけでしっかり馴染みます。いかがでしょう。では早速いただきます。最高。やはりこう見ていただくと氷があんまり溶けてないのが分かりますかね。結構大きい氷ゴロゴロと残ってますけれども、やっぱりこうしっかりと最初にグラスとウイスキーをかき混ぜて氷で冷やしてあげることによって、冷やしたソーダとよく馴染むようになりますし、炭酸が抜けにくく最後まで冷たさが長持ちする美味しいハイボールになります。今回はこの薄作りの薄張りグラスで作ってみたんですけども、まあ、皆さんね、あのこういう角ハイボールだったらジョッキとかもありますし、お家にあるグラスでももちろん結構なんですが、結構この薄いグラスっていうのはそれだけグラス全体が冷えやすくなりますし、口当たりがねかなりすっきりとドライになりますので、ハイボールのそのお酒の旨味がキュッとこう下に先に入りやすい構造になってます。あとはこういう分厚いグラスとかだとね、どうしても冷えるのに時間がかかってしまったりして、あの溶けやすくなってしまうので、個人的にはね結構銅製のタンブラーとかステンレスのタンブラーとか、こういう薄張りグラスとかを使って美味しく楽しんでいただくのがいいかなと思います。あとはこの角瓶自体も実は冷凍庫で凍らせていただくっていうのを私はお勧めしていて、あの角がね冷えてトロトロになるんですよ。まあ、トロ角なんていう風に言ったりするんですけど、この角瓶を例えば前日冷凍庫で寝る前に冷やしておいて、翌日の夜家帰ってきて晩酌する時とかに、この角瓶がね霜がついたキンキンに冷えた状態で美味しいハイボール作るっていうこともできます。これはね、あの別の動画で私も紹介してますんで、ぜひご興味ある方はこちらも見てみてください。いかがでしたでしょうか。この角ハイボール、すごくシンプルなウイスキーと氷とソーダという飲み方ではあるんですけれども、シンプルだからこそね、やっぱ味の違いがはっきりとこだわりが出てきますので、皆さんも日頃のハイボール作りにまた家飲みの時間に活かしていただければと思います。このチャンネルではこのように家飲みの楽しみ方、ハイボールの美味しい作り方や、初心者の方向けに耳で聞いていただけるおすすめのウイスキーラジオ講座という動画も上げております。ゼロからウイスキーを学びたいという方、ウイスキーを飲み始めたいんだけどいまいちちょっとわからないなとか、ウイスキーをどうやって知っていこうかななんていう方向けの動画もたくさん上げていますので、この機会にぜひチャンネル登録もお願いします。またこの動画が面白かった、参考になったという方は、よろしければ高評価もいただけると明日の動画のモチベーションになります。もしあのご自宅で作ってるハイボールのおすすめの割合とか、おすすめのソーダとか、それからおすすめのおつまみとかあったら、ぜひあのコメント欄で教えていただけると、それを元にまた動画を皆さんに紹介できればと思いますんで、気軽にコメントもお寄せください。では今回はかなりシンプルにこのハイボールの作り方ということを紹介してまいりましたけれども、個人的にはね、このあのソーダストリームでずっと1本だいたいガス1本あたりで120本とかかな、ペットボトル分に換算できるぐらいのソーダを作ることができますし、この毎回毎回ペットボトルのゴミ捨てるのが面倒っていう方にも、このソーダストリームは結構おすすめなので、今後家飲みが大好きな方はね、一つ参考にしていただいてもいいんじゃないかなと思います。なかなか今までこのハイボールを家で作る動画っていうのを、まあ、ハイボールだけの作り方っていうのを上げてなかったので、今回改めて紹介させていただきました。ぜひ今後の家飲みの楽しい時間に活かしていただければと思います。それではありがとうございました。またねー。